津別町バス、津別町 A バス、津別町 A バスは、北海道を歩を突く総合振興局管内の網走郡津別町が運営していた自治体バス。2012年9月30日をもって、廃止代替バスとしての運行を終了し、同年10月1日より、スクールバスの一般客乗車を可能にした津別町バスへ移行した。戦後の津別町では1947年に、 東方交通12月25日の分社で、阿寒バスが木炭バスを使い、i o から阿寒湖畔までの間で不定期運行を再開したのを、川切りに、鉄道並行路線の認可や、道路の整備が進むにつれて1951年には、北見バスも乗り入れ、町内路線や近隣市町村間路線を開設した。昭和四十年代に入り、モータリゼーションや過疎化の進行による、 乗客減少が顕著となり、地方バス路線運行維持対策要項が制定されると、北見バスは営業エリアにおける大半の路線が生活路線に該当し、経営合理化のため路線廃止を進行させることとなった。津別町関連路線でも国、北海道、町の3社が助成を行ったものの好転せず、1967年の陸別線を皮切りに、 1981年には、北見日頃津別館のみに縮小された。営業拠点としては、1955年4月に津別車庫が開設され、1961年に津別営業所となったものの、1969年に車庫に戻され、1972年11月20日に廃止された。津別車庫よりも早い1952年に設置された。 アイオイ車庫も廃止されている。撤去され営業所片隅に放置される町内バス停一方の赤カバスは1967年にアイオイビホを延伸し通年運行となり、北見バスや国鉄アイ,イ線と競合することとなったが、町内はかつ旧す別本機アイオイの4停留所のみであったことから、両社と比べて所要時間が短く急行バス的な利便性を発揮しており、 津別愛宵い館では、運行本数の少ない両者を補う形となっていた。この路線は、北見、美濃路方面から、阿寒湖へ短絡する観光路線の意味合いが強く、北見バスのような生活路線的な問題は薄かった、反面で、観光客の季節波動が課題となっていた。北見バス愛宵線、阿寒線廃止後の1983年から、阿寒バスが、 津別阿寒湖半間で自由乗降性を採用。1988年より阿寒湖半釧路線と直通するなどされたが、1997年に阿寒湖半までの運行に戻され、東急運休や片方向のみ運行を経て2008年度下記を最後に運行されなくなった。阿寒湖半、釧路方面へは都市間バスが運行されるが、町内は津別のみの停車となっている。 北見バス路線の廃止による代替は、愛い線を除いて、町がバスを運行することになり、以下の経緯をたどった。北見バス廃止から、町営バス運行まで間がある路線は、この間を、スクールバス一般根性で代替した。このうち、御根線は2006年4月1日に、二股線は2010年4月1日に廃止されて、スクールバス一般根性となった。 その他の路線についても、運行効率の最適化を目的に、2014年までに、上里線の廃止、スクールバス一般根性化、2019年までに、スクールバス路線の過疎地優勝運送化と i o 線、本気 i o 間のデマンドバス化が実施される予定であった。乗客減少や厳しい財政事情など、超 A バスの運行環境が厳しさを増し、今後も、 住民の足を確保するために策定された再編計画により2012年10月1日付で町営バス事業に関する条例を廃止、町営バス事業は廃止することとなった。あい線と上里線はすでに廃止されたお根線と二股線同様にスクールバス一般根性による津別町バスとして運行。改正線は北海道北見バスが 路線バスとして運行する。朝栄バスセンターバスターミナル併設。停留所一例2012年10月1日現在。運賃無料で、愛い線の一部を除き予約制。日曜日と年末年始は、全便運休する。民間バス路線との競合を避けるため、町中心部では乗降制限が設けられる。愛い線以外は、祝日も運休し、夏、等、 春休み期間は日、金曜日のみ運行する。廃止代替バス時は、改正線との直通系統が設定されていた。廃止代替バス時は、津別発着で運行されていた。廃止後の異常路線については、北海道北見バス改正、津別線を参照。町営バス時は、愛よ線との直通系統が設定されていた。バスターミナル1973年に、 役場敷地内にバスターミナルが設置された。このバスターミナルには、津別町 A バスのほか、北海道北見バスの路線バスや、道北バス、阿寒バス、北海道北見バスの都市間バスも発着する。停留所名は、津別町バスと都市間バスが、津別、北海道北見バスの路線バスが、津別役場前となる。津別町のランドマークでもある奥久ャ原温泉。 森津別へもここからバスが出ている。森津別行きのバスは平日のみの運行で、曜日によって数分のずれはあるが、10時30分頃の出発。窓口営業は廃止されており、町営バスの定期乗車券や、回数乗車券は、役場住民窓口係で受け付けていた。北海道北見バスや都市間バスの乗車券類は、近隣の津別ハイヤーで発売する。 ありがとうございます。